飯田信太郎、明治8年2月13日昭和13年11月3日は、明治大正期の海軍軍人、海軍中将、徳島県出身。明治30年10月、海軍兵学校24期を4位で卒業。同期には、山本英介、大隅峰良大将がいる。成績優秀だが大雑把な性格で、後に、五入工事。 筆の産地として名高い熊野町に山本と立ち寄った、際、熱心に筆作りの工程をメモする山本にしびれを切らし、お前は筆屋になるつもりかとからかって退屈を紛らわしたエピソードが知られている。三十二年に、中尉へ昇進するまで、戦艦、人縁、解剖艦、山和、巡洋艦、橋立、道、常磐を乗り回った。昇進直後にはドイツへ出張し、 フル館に発注していた、巡洋艦、薬クに乗り組んで帰国した。33年9月、駆逐艦、電に乗り組み、水雷屋の第一歩を踏み出す。34年4月から1年間、砲艦、大島の公会長を務め、その間に大移へ昇進している。巡洋艦、高砂分隊長を経て、35年3月から駆逐艦、浅潮に乗り換わる。 明治36年1月、津島の最前線基地竹敷を後部に派遣され、日露戦争前半を共に過ごす、水雷帝、マナズルの定長に収まる。この頃から主号として知られるようになり、信太郎をもじった、信太郎の通称が生まれつつあった。12月に連合艦隊が編成され、マナズルが属する第14水雷帝隊は、第2艦隊に属した。この艦隊に属した、 駆逐艦、水雷艇を総括する鈴木艦太郎中佐は、真鶴艇上で泥酔してよろめくイ田ダを一別して、唖然としたと言われる。日本海海戦を目前とした38年4月、イーダー鈴木が統率する駆逐艦、朝霧艦長に横滑りする。鈴木の不信感は、度重なる戦闘の間に解消していた。イーダーが操る朝霧は、日本海海戦の最中に、 夜間大劇を挑み、シソイウェーリキーとナワリンの撃沈に貢献した。戦後、海軍大学校を打つ手に進学したため、1年近く現場を離れる。39年9月、学生の間に詳細昇進。卒業後の40年12月、マイズルス依頼団の第21定隊司令に就任。翌十一年四月には、上海上中の南進艦隊参謀に転出するが、 7月に帰国して海軍水雷学校教官に収まる。と同時に水雷学校所属の練習停滞指令を兼任し、日清戦争時の鈴木や日露戦争時の飯田に憧れた水雷屋の実習を統率した。43年12月に海軍大学校教官に移り、翌年12月に仲裁昇進。3年間の海外教官生活を終え、対象2年12月、 神風、初し木ひさらぎ、響きで組んだ第二駆逐隊司令として、久々に会場へ出る。一年半後に、再び水雷学校教官に戻る。飯田の教官時代に、太平洋戦争時の司令、官長、司令官クラスが普通科学生として、水雷校で研鑽している。また高等科には後に中将となる、清水テルミや細海ぼしろも学んでいた。 大正5年2月に教団を降りて海軍教育本部員となる。その4月に大祭昇進。7月から1年間イギリスへ留学し、1917年10月、地中海に派遣されていた第二特務艦隊所属の松に便乗し、帰国した。帰国後、7年4月に戦艦、薩摩で初めて艦長となる。薩摩艦長は、 代々水来屋が務めてきたもので、飯田も有能な水来指揮官として認められた。ただし、相変わらず大酒飲みは衰えず、飲み太郎に加えて、エンタルパシャのあだ名も生まれた。主豪の革命家、ケマルパシャになぞらえるため、本名のノブ太郎を音読みした、エンタルを当てはめたものである。酒さえあれば上機嫌と評され、洋上でも酒を手放さなかったが、 決して酒に任せて粗暴になることはなく、むしろ平然と大酒を飲み干す、上ばみタイプであった。薩摩を2ヶ月でおり、巡洋艦、宿間を1ヶ月、東を1年、戦艦、四季島を3ヶ月乗り回した。8年11月、長戸偽装委員長に任ぜられ、春光と共に初代艦長となる。この頃、娘と小村慶三との縁談が持ち上がる。 一人娘だったために小盆のお振りは有名で、娘を転校させないよう単身赴任を貫いていたほどである。横須賀の料邸小松のお上に小村の身辺を質問し、あなたに詮索する資格がありますかとやり込められたことも、ある。小村と娘の結婚披露宴は、慣例だった遂行者ではなく、大米をはたいて帝国ホテルで行わせた。10年12月に、 少々へ昇進し、軍令部第一班に栄転する。十一年八月に、佐世保防備隊、司令。十二月に、第二水雷戦隊司令官。十三年十二月に、海軍水雷学校長と、水雷関係の要職を歴任。十四年八月、魔皇洋行部司令官となった。十二月、中条へ昇進。昭和三年五月、舞鶴洋行部司令官に、転任。 12月には、佐世保鎮守府司令長官に転任。4年11月に、最後の認知となる、第二艦隊司令長官に着任する。相棒の連合艦隊司令長官は同期の山本、英介で、1年間の任期を問題なく務め上げた。6年3月に、予備役編入を受けて、海軍を去り、昭和13年11月3日、64歳で、没死した。 ありがとうございます。